しが終わると、あとは掃除が残っているだけで、お暇な方はご覧になっても結構でございます。あまり面白いもんでございません。もうしばらくの間だけお付き合いをね、やっております。商売はその道によって勝ち越しなんてことは言いますけど、商売商売でいろいろ知恵なんてのがあるもんでございますね。道具屋さんという、まあ今古道具屋さんと申しますけど、これもいいのと悪いのとやえらい違いでございます。いい本になりますと美術骨董なんてもなぎらって、これはだんだん下の方へ来ますと俗にゴミと申しました。ろくなもん扱っちゃいません。まともじゃ売れないからってんで、いろいろこの売る方にも知恵があったりなんかしました。あおめえ、前がここで柱の時計買ってったんだよ。ああ、なかなかいいんだよ。柱かけたら四つ丸だな。なんか寂しいなと思ってたら、あれ振り子がなかったんだよね。で、この間来たら振り子入りましたってんで買ってったろ。ああ、早速つけてみた。そしたらカッチ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 音がしていいんだよ、あれ。で、まだなんか寂しいなと思ってよく見たら針がねえんだ、あれな。時計なんてものは針がねえってと時間が見づれえもんだね、あれね。そうですか。いやー、た運が良かったですよ。まあ今日は針だけ入りましたから。時計バラバラにして歌いなんかする歌いで、ああいうことでびっくりした。なんか珍しいもんがないかなんてんで探しに参りました。なんかないかないかな、珍しいようなもんさ。ああですね、大変あなたが買ってっちゃうんだね、なかなか。いかがでしょうね、この手紙なんていうものは。手紙、いや、いいよ。あ、腹ね、ちょっと表彰してちゃんけんするってとおつなもんで。どんなね、これはあなた珍しいですよ、これは。小野の小町が清水の次郎町へ送った手紙なんだよね。珍しい。ちょっと待ってくれ。小野の小町と清水の次郎町じゃ時代が違うぜ。こんなもんがあるわけがねえじゃん。あるわけのないのがあるから珍しい。わけわかんないのだったんですけどな。そこにある学校はなんだよ、これ書斎。え、小島さん。まあ書なんでございますね。ああ、なんて書いたの。なんて書いたんですかね。古いもんでよくわかんないんですけどね。まあ読めるようになってくるってと楽しみだからですね。ああ、いくらだよこれ。いや、安くや、買うよ。ってんで買ってまいりました。ことによったら小野の豆腐の書いたもんじゃないかなんて。あくらさ明るいとこでよーく見るってと今川焼きと書いてあったり。なるほど、ありません。あんどんが合うってと骨が折れてくるとか、土瓶がある程度底が折るとか、そんなもんばっかり飽きになっております。こういうところの亭主は何売れても売れなくてもいいんだというぼーっとしたのが多かった。あばこぼにおかみさんがしっかりしてるなんてよくあったそうですね。ちょいとお前さんしっかりしてくれよ、ほんとに。少しはお客にね、なんとかうまいこと言って物を売ろうって気になったらどうだい。せっかくお客はなんか買おうかなって心持ちで入ってくるのに、お前さんが余計なこと言うからみんな買わないでやっちまうんだよ。今のお客だってそうだよ。ニコニコ笑いながら入ってきて、このタンスはなかなかいいタンスだねったら、お前さんなんつったい。いいタンスでございますよ。うちに13年置いてあるんでございますね。なんでそういうことを言うの。13年置いてあるってことは13年売れないってことだよ。ちょいとそこの引き出し開けてみてくれ。いえ、これが開くぐらいならとっくに売れちゃうんですよ。それじゃ開かないのか。開かないってことはないんですけども、この間無理に開けようとして腕をくじいた人がいる。買うかい、そんなもん。お前さんね、売らなくちゃならないもん売らないで、売らなくていいもん売っちまう。去年の暮れだよ、前の米屋旦那がうちへ遊びに来て、奥でもって火鉢に与えながら、ジムさん、この火鉢はなかなかいい火鉢だね。ああ、よきゃ持っておいでないってんで、売っちゃったの。だからうちに火鉢なくなっちゃったし。お前さん、寒くなるってと、そのたんびに前の米屋行って当たりに行って。だから米屋旦那も言ってたよ。なんだか火鉢とジンベエさん一緒に買っちゃってた気がするって。うるさいね、あんた。こういうもんはね、儲かる時もありゃ儲からねえ時もある。何が言ってんだよ。お前さんが商売しようとするってまた損すんだなと思うから、おまんまうちわうちわに食べてるぐらいこんなに痩せちゃったよ、本当に。どうすんだい。だんだん痩せてきておへそがしまいに背中に出てくるよ。しっかりしてくれ。うるせえね、あんた。ほら、俺だって儲けようと思うんだよね。で、儲けようと思ったら、これは儲かるかな、これ買って帰ろうかなと思ってるな。すぐ脇でもさ、さっと誰か買ってっちゃう。みんな手が入るね。でも今日はこれは儲かるってもう一で買ってきて。何買ってきたんだい。太鼓。
太鼓、うん、どうしてお前さんそうなんだろうね、本当に。太鼓なんてものは極もんだよ、お前さん。ね、初馬の前だとかお祭りの前になんとかうまいこと言って押し付けちゃなくちゃならないって難しいもんなんだよ、そんなもん買ってきて。まあ、どれだよ、どれかい。ちょっとその古しこどいて見せてごらんよ。あら、まあ、汚い太鼓だよ、まあ。なんだかすすの塊みたいな太鼓じゃないよな。汚いんじゃない。ね、あら、おめえ、古い。古い？古いんでお前さん儲けたためしないだろ。ね、こないだも清盛と市民ってのがって言える。損したろ、あれ。あれ損した、あれな。俺が古いんで話したのは清盛の市民と小野の小町の腰巻きだな。本買ってこないんだからな、本当に。いくらで買ってきたんだよ、これ。え、一部、一部も出して、こんなもんも、あいつ、儲かりゃしないよ、本当に。いや、儲かるんだよ、ないよ、俺に任せて、俺ね。あやかくん、この太鼓持ってたしな、ほこりはたき。怪しい。あんなもん、ほこりはたくと太鼓がなくなっちゃうから。うるせえな、ね、いいからはたき。おじいさんとおばさんのもちけんかして。うわぁ、来たねぇ、太鼓だよ、このと。ドン、バーン、すごいほこりだよ、ドン、ドラン、ドラン、ドラン、ドねぇ、叩くんじゃねぇ、はたくんだよ。はたくとなっちゃうんだよ。面白い太鼓だよ、このじゃ、いいか、ほら。ドン、ドン、ドラ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 ン、むずいやろ、知らん。おめぇのおもちゃに買ってきたんじゃねぇだって。あーごめん、許せよ。あ、おさまらさん、どうぞ。へい。あ、今、おかみがおかむのお通行になった折に太鼓を打ったのは、その方の店であるか。今、おかみがお通行になった折に太鼓を打ったのは、その方の店だな。どうなんでございますけど、いやー、足やね、いや、この野郎が叩いたんでございますけどね。もう俺、親類から預かったもんなんでございますけど、バカでしょうがないんだな。ね、目をご覧ください、目を。バカな目しておりました。あれ、バカ目と申しましたよ。もうつけの身にするよか手がないんでございますね。もうなりは大きいんでございますけど、まだ今年11なんでございますけど。太鼓を打ったのをどうのこうの申しておるわけではない。今はお上がご通行になった折にその太鼓の音を耳にいたしてな、どういう太鼓であるか見たいとおせられている。であるがすぐに屋敷に持参するように。ことによるとお買い上げになるかもしれんぞ。あ、そうですか。なんだぞ。うまくたやったんじゃ。この野郎が叩いたんだ。うん、親類のものだそうじゃない。そうなんだね。お、大変に利口でございます。利口な顔しておりゃな、ね、もう用意つけりゃ何でもするんだして。もう今年15になりますからね。もう最前11と申したではない。ああ、11の時もあったんだよ。それではすぐに屋敷に持参するように。よいな、承知いたしました。お屋敷はどちらのことだ。心入っております。お大名様、すぐにお届けにありますんで、ありがとうございました。いらんのやろな、売れるじゃねえか。相手はお大名と来たらもうから。どうだよ。何がどうだよ、本当に。お前さん、しっかりしておくれ。お殿様はお籠の中にいて太鼓の音を聞いて、どういう太鼓だよか見たいとおっしゃったんだよ。金巻絵でもしてあるようなきれいな太鼓が出てくるんだろうと思うところへ、こんな汚い太鼓持ってってごらんよ。お前さん大変だよ。かような無才も持ってまい、目障りだな。下がれ下がれって言うと若侍に5、6人でお前さんのことをこっちへ来い、こっちへ来い、庭の大きな松の木にぐるぐる巻きに焼き付けられてね、お前さんアリアなんかに食われたりなんかしてこんなになっちゃうな。当分戻れやしないよ、お前さん。よし、ごめんなこと言うなよ。俺行くの嫌になっちゃったよ。そんなことないだろうけどもさ、お前さんどうやって売るつもりだい。あれなんだ、お前花3分くれよ、ね、で2分に負けて、で1分儲けようって。な
売が下手だってそういうね。こんな太鼓これどうやったって売れっこないんだ。この太鼓はいくらだと聞かれたら一部で買ってまいりました。高専はいりませんから一部でお引き取りを願いますね。なんとか元値でもって売っちゃわないとしょうがないよお前さん。分かった、じゃあそうするよな。じゃあ消してくれ、うん、おっ、だだだ重いな、ほら重いんだよ、重くて汚いんだよ、書いてありゃしないよ、痛い。いいかい、お前さんね、自分がバカだと思ってや間違いないんだからね。ああ、俺はバカなんだな、バカな対抗しょって歩いてんだなと思って行くんだよ、いいかい、お前さんはバカ。うるせえよ、あんなかかわってんのね、なんかてめえの亭主捕まえてバカだバカだってやるし、ああだめだあれつけやがってやるね、今度脅かしてんだし、ああいうのはずうずうしいからね、ひょっとするってと生涯うちにいたりなんかするからね、ああ今度脅かしてやろうね。なんだてめえなんだ、てめえなんだ、かかわじゃねえか、あんたに生意気なこと言えんな、なんとかって言ったんだし、あれ、ああこんにちは、妙なやつらも言ってね、なんだその方は、道具屋でございますけど、道具屋が聞いておる通り、 ありがとうございます。綺麗なお屋敷だね、こら、ああ屋敷が綺麗な割に太鼓汚ねえ、こら、やっぱり買うわけねえや、こら、なんだ大きな松の木があるね、こら、んだうちの家がろくなこと言わねえんだよ、なんだごめんくださいよ。おなんだその方は。道具屋でございますけど。おう、道具屋。孫悟空は。道具屋来ておる。最前の道具屋か。太鼓を持ってまいったか。持ってきました。それではそこに下ろして、ね、あ風呂敷をほどいて見せなさい。これはまた最前見せで見たときと違って、だいぶ時代がついておるようじゃな。これそっくり時代なんだよ。時代取ると太鼓がなくなっちゃうといけないよ。いかがなもんでございましょうかな。しからばおかみに見せる間そこに控えておるように見せるんじゃお前見せないでくださいね、これ見せないでどうするあなたがってくださいよ。あがおもす控えておらん。あそれ以上きれいになるならもう手いっぱいまできれいにしたんだ。重いでしょ、重くて汚い、重汚いと言ったけど無理で掘りするとは言ってください。持ってこいというから持ってきただけの問題です。ダメなら持って帰りますから。言っちゃったやつね、買うわけねえやまだね、かような無才太鼓持ってまいってって声をかけたら俺せならって言えちゃうね。太鼓だけそろそろいいんだよ命には帰らんねえんだよな。いかがでございました。ダメだったでましょう。いや、大層おかみに役員に言ってんだ、あの太鼓お買い上げになるそうじゃ。ああ、そうなんでございますか。うん、あの太鼓いかほどじゃな。いかほどということを今あなたはお聞きになってるわけなんだか。なんだ、聞いたことはない。あの太鼓いくらだ。ぐらいなもんでございましょうかね。なんだその大層言いにくいようであるね。遠慮いたすな。商人というものはな、儲けておくときに儲けておかんと後で損がね。拙者がかようなことを申してはなんだが、気に入っていないのはともかく大層御意に言っていない。遠慮ないところを言ってみろ。金子のところは取り計らってやるぞ。手一杯のところを申してみろ。ああ、確か。これ以上手一杯のないというところを申しますんで、高いと思ったら、値切ってみてください。妙な売りようだな、そのまま。いくらか言うじゃろ。こんなところっていかがなもんでしょうかな。なんだ、その方は。手一杯って手をいっぱいに広げようとか、いくらのことだ。10万両だ。これは高い。何しろ手一杯とかですか。その代わり負けてみてください。どんどんお負けしますから。なんなら今晩一晩中負けいたしましょう。こんな売りようというのがあるんだ。し
からば拙者の方で聞いたすがな、どうだあの太鼓300金では手放せんか。300金だ、何なんだそれ。ほらだから300両では折れぬか。300両っていくらぐらいなんだ。わからんやつなんだ。その小判300両では折れぬか。小判300万。本当に使えるやつですか。使い物を渡すか。恨むのがうるうる嫌だよ、邪魔しちゃう。悪いの邪魔した。しからば、うるうる。しからば、受け取りをかけ。受け取りなんていらないです。こっちでいるのか。こんなところでいかんのでやから。ん？ああ、いかん。半をせや。半ないし。あなたの歯をしてなんかもう、おせや、爪に出るじゃん、なんか音が見ながら、そんなにおさんの、真っ赤になってしまった。いざ待ってまいれ。しからば、50両ずつ私によって、しかと受け取るように。よいな。大丈夫か、その方。これ、小判50枚、50両。50両。50両。これ、100両。どうした言うだろ、おめえ、高いって。当たり前だよ。
で、とん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 負けてってな、青太鼓を300両で売ったね。300両嘘だよ。あんな太鼓どうやったって300両で売れるわけがないやね。嘘じゃねえんだよ、お前。本当に300両で売れたんだよ。本当に売れたの？持ってきた？持ってきたよ。お見せお見せ。早くお見せよ。見せろ、こんなバカ。もうから多めも気をつけろ。俺だってこれ見てカラッとしたんだな。これ見てびっくりして座り証言してバカだったらそっちねえぞ。いいか、小判50枚、50両、あらませ。何